皆さんこんにちは。ワールドワイドにまたアニメで萌え萌え、水木桃佳です。イエイ。はい、今日はですね、こちらの SD ガンダムを作っていきたいと思います。こちらのね、 SD ガンダムは視聴者様からいただきました。作るのがね、大変遅くなって申し訳ありません。今回の動画は一個ずつね、パーツ分けて丁寧に作っていきたいと思います。それではももか、いきまーす。はい、箱を開けました。そしたらですね、フレームが4つ入っていました。そしてシール入っていました。説明書も入っています。今回作りますのは RX78-2 ガンダムでございます。ほとんどね、知識がない中作っていきますので、至らない点もあるかと思いますが、ぜひ最後までお付き合いください。 SD ガンダムと CS ガンダムが入っております。この CS っていうのはね、何なのかと申しますと、クロスシルエットフレームということでね、高等身、ちょっと身長が高いスタイルなんですね。そして高可動、結構いろんなところがね、動くみたいです。で、私はやっぱね、 SD の方が馴染みがあるので、今回もね、 SD の方を先に作っていきたいなと思うんですけれども、この高等身スタイルのね、クロスシルエットも今時っていうか、身長が高いのでね、すごいちょっと興味があります。まあ、2つ作れるみたいなので、2つ最終的には作っていこうと思ってます。で、まずは SD の方からね、作っていけたらなと思ってやっております。で、今回はボディからです。もうね、すごい長い動画になってしまうので、もうちょっと今回は特別にパーツごとに分けて撮ってみようかなと思ってやっております。で、ボディだけをね、今作っているんですけれども、このボディだけでも13分ぐらいね、かかったんですよ。ボディだけで13分かかるってね、どんだけだっていう、ちょっと時間かかりすぎちゃったんですけども、間がね、空いちゃったっていう言い訳をしつつ言い訳なんですけども、ボディにね、10分かかる長い動画になってしまうので、ちょっと早送りにさせていただいております。 SD ガンダムはね、好きなんですよ。なんか背の高い通常バージョンのやつももちろん大好きなんですけども、もうね、出来上がったら結構いろんなところに連れていくことが多いので、 SD ガンダムだとね、 SD ガンダムだと結構壊れにくいので、いろんなところにね、持ち歩くことができるので好きなんですね。長身のやつ、普通のやつ持っていくと時々の腕がどっかね、取れてたりとかしちゃうので、まあ、工夫すればね、それも大丈夫なのかなと思うんだけども、SD ガンダムは可愛いのでね、すごい好きです。まずはボディ完成しました。はい、皆さん。今日はボディ完成しました。ボディだけですね、今日はね。はい、のんびりね、楽しく作っていきたいと思います。なんか、まるでみんなと一緒に作っているような感覚味わえたらなと思って。で、組み立てのことなんだけども、SD フレームとクロスシルエットフレームね、こう選べるですね、ここ。選べるみたいで、私はね、今回 SD フレームで組み立てたいと思います。なので、この上の部分行きたいと思います。下がクロスシルエットなのでね。上の部分でどんどんね、作り上げていきたいなと思います。はい。それでは、次回はですね、右腕、左腕でお会いしましょう。バイバーイ、ももかでした。
桃&サルリー。